来年の G7 広島サミットに向け士気を高めようと、県警は内部で公募したシンボルマークと標語の考案者を表彰しました。夕焼けをイメージした赤を背景に、平和を象徴する折り鶴などが描かれたシンボルマークと団結を意識した標語、考案したのは県警の警察官2人です。 G7 広島サミットで警備にあたる県警は、内部の士気を高めようと全職員を対象にシンボルマークと標語を公募、2人の作品が選ばれました。 G7 広島サミットを成功させるという責務を果たすために、心を一つにしてチーム一丸となり警備を完成させるという意味を込めてこの標語を考えました。選ばれたマークと標語は、県警本部1階に設置されているカウントダウンボードなどに掲載されています。